こんにちは、宮下とつつさんです。 PCM に来ています。皆さんと一緒にフィッティングの勉強していこうということで、はいはい、やっぱりね、勉強していかなくちゃいけないんですよ。僕たちはね、あまりにも知識がバラバラすぎる、はい、分からないとかじゃなくて、まあ、こちら側も難しい単語ばっかり使いすぎるっていうのはちょっと反省しなきゃいけないと思ってるんですよ。お、はい、謙虚っすね。いや、もう謙虚っす。なので優しい言葉からいきたいと思っていて、はい、一つ目、はい、フィッティング用語、はい、これ僕本当大事だと思ってて、難しいクラブ、優しいクラブって何ですかっていう、はい、のがあるんですよ、はい、このクラブ自分には難しい、もういいっすよ、自分が打てなさそうだな、難しそうだな、はいはい、だけど僕は優しいクラブだなって思ったことがないから、はい、優しいクラブってないんじゃないって思って自分はね、はい、他人は言ってくるかもしれない、こっちの方が優しいよ、はい、まあ、ちょ打ちやすいよなら分かる、まあ、定義がないですね。そうそう、なのにメーカーは、はい、これが優しさだってどやってくるじゃないですか、はい、難しいクラブは分かる、はい、重い、大、ヘッドがちっちゃい、多分そっちのこと言ってるんだろうな、はいはい、ね、こっち向いてちょこんな向いてるやつとかもあるから、はい、これとか思うんですけど、はい、なのにドヤーってくるじゃないですか、はい、優しさって。そうですね、これ僕大事な言葉だと思うんですよ。そうですね、まあ一つは、まあ、これちょっと、古いクラブをちょっといろいろ持ってきたんですけど、はいはい、一つはビジュアル的な、まあ、要素が多分に、はい、例えばこの、まあ、どちらも古いモデルなんですけど、はい、まあ、おおよその人がこちらのデザインよりはこちらのデザインの方がビジュアル的に、優しいと感じやすい。じゃあその優しいってどういうことかというと、ゴルファーが楽をして、うん、まっすぐ打ったりボールを上げたり捕まえたりっていうことが、まあ、しやすい気がするっていうのが、まず一つ、はいはいはい、で実際は、はい、今度は使い心地ですよね。そうするとその方の、ゴルファーが求めてるものって全然違うわけじゃないですか。うん、それがまあ多分宮下さんがおっしゃってる優しい優しくないってこう一方方向じゃないんじゃないのっていうことだと思うんですよ、うん、だ例えばこの2つで言うと、はい、いろんなところに当たっちゃう人、例えば真ん中で当たればまっすぐ飛ぶかもわからないですけど、はいはい、端っこで当たる回数も多い人と、トップしたりダフったり、はいはい、こういうタイプのデザインだと、芯ではもちろん打ちたい、これみんな一緒じゃないですか。むしろ芯を外した時には自分で芯を外したからミスしたよねで分かりたい人とか、みんなそれぞれその求めてるものがちょっとずつ違ったりするんですね。でも一応、メーカー側とかその我々も、使っちゃう、まあ、言葉でもありますけど、どちらが優しいんですかって言われた場合は、まあ、対極の人にとってはこちらの方が、まあ、寛容性が高いってことですね。寛容性が高い、はい、を物としての発信はやっぱり優しいとはとりあえずカテゴリーせざるを得ない。でも現実には自分でミスを分かりたい人の方が、いや自分にとっては使い勝手が当然いいわけですよね、うん、だからこっちが優しいっていうケースも個々のゴルファーでやっぱあるんですよ。あ、そうか、そのあちょっと話あれですけど、はい、その人が打つ前に感じてることと結果もまた違いますよね、はい、そういうことです。結果の優しさって話もありますよね。はいはいはい、うん、だから食べ物でいうと、うん、美味しい料理って、はい、お店に書いてあっても、まあ、食べる人の最後は判断に変わるわけですよね、はい、激辛っていうとなんか美味しくなさそうな感じはするかもわかんないですけど、うん、激辛好きにとってはたまらなかったりするわけですよね。ああ、こいつ何言ってんだろうと思います。その時それがプロダクトアウトされた時の、うん、難しい優しいと、うん、実際にそれを使ってる本人の優しい難しいはちょっと時間軸が違うっていうか、うん、別物なのはもうしょうがない、まあ、言いたくないけど人それぞれはありますよねってことですよね、はいはい、ただやっぱりそういうキャッチーな言葉があることによって、はい、やっぱり興味を持ってほしいっていうのと、はい、あとやっぱり見た目から性能イメージってなんとなくゴルフクラブをいろいろ使ってるとやっぱ感じるわけですよね、うん、はい、例えば、そちらからで言うと、まあ、これもちょっと、昔の名機なんですけど、うん、そちらから見たときは、まあ、いかにもこれアイアンなんですか。これアイアンなんですよ。8番 ?7 番これ7番です。結構寝てるんだ。そうですね、うん、でこれと比べると、はい、クラブ側、まあ、提供する側としてはいかにもちょっとダフっても滑りそうな感じですし、
なんかこう当たり負けせずにボール飛んでくれそうな、まあ事実そういう性能もあるんですよ、はい、でこれっちがやっぱり優しいってカテゴリーになるわけですよ。ただ一方で例えば、タイガー・ウッズ選手のような、うん、上から打ち込んでみたり、うん、そのドローフェードを自分で打ち分けたりっていう方からすると、うん、何でも滑っていいところに当たるクラブよりは、うん、わざと芯を外したり曲げたりする人にとってはこっちの方が優しいと感じる人もいるわけです。これじゃ曲げづらいんだ、はい、良くも悪くもその寛容性があるんで、うん、はい、一定の形でクラブを滑らしたりとか、どこに当たってもそれこそ先のマーベリックじゃないですけど、そんなに距離の差がないっていう人からすると、例えば、すぐ先っちょで当たって手前の池に入っちゃうんだよねって人にとってはこっちの方が圧倒的に優しいですし、はい、確かにそういう人はね、これいっぱい池に入る、例えばこっちで言うとカイト君みたいに、あの短いアイアンでもものすごい飛距離が出せる人からすると、逆にミスした時は飛ばない方が助かったりするわけですよね。やっぱりその方の求めてる優しさ、あの楽さっていうのが違うので、うん、僕さっきこれ少し見た時に、はいはいはい、わかるかな、なんか反ってるんですよ。そうです、そうです、こうなってるんですよ。そうです、そうです。だからまっすぐ構えやすさとか、まあ打つ前に、こうするとちょっとわかるかなと思うんですけどね、多分この辺がこう、そうそうそう、ここが反ってるんですよ、はい、ってことはここで当てろって言ってるイメージになって、はい、この反りこうなってる、ここで、はいはい、なんかバーンみたいなっていう妄想が働くじゃないですか。そう、やっぱビジュアルから、はいはい、面白いなと思って、なんかそういうイメージを与えるクラブって、はい、いいクラブだなって思う、それは、はいはい、なんとなく、はい、でも普通アイアン見てこれとかあんまイメージ湧かない、あこれだ、うん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 、これ、はい、どう打ったらいいんだろう、どこにどう当ててほしいんだか全然分かんなかったんですよ、はいはい、地面に当てればいいのかなとか、はいはい、これ例えばこういう形状だと、こう後ろから見ていただくと、こう重量がこう丸くなってるじゃないですか、はいはい、で例えば宮下さんみたいにどこで当てるイメージを明確に決めて打ちたい人には多分ちょっとピンとこないと思うんですよね、はい、あ、そうじゃない人もいるのか、はいはい、そもそも例えばフェースのここが芯ですって言われて、はい、そこで当てようとすること自体が例えばスイングスピードが極端に落ちちゃったりとか、そっちに神経をそがれて振り切ることができない方にとっては、うん、あ、どこに当たっても大丈夫だっていう安心感と性能があることで気持ちよくフィニッシュまで振り切れる人もいるわけですよ。 どっか当たってくれるから振っとけみたいな。そうそうそう、まあ今のドライバーが 460cc ってすごく大きくなったのもそういうことですよね。で僕なんかどちらかというとそのヘッドに寛容性をある程度欲しいタイプなんですよ。僕これで打ちたいわけじゃなくてイメージを持たれたって話ですよ、はいはいはい、だからそのフェース面も全然そこで変わってきますし、はい、まあゴルフ用語であるあるなのはグースネックって言葉、うん、グースネックなんかこうよくあるじゃないですか、こうなってるやつ、はいはい、合ってるか知らない、まあ、英語直訳するとグースのネックだから、はい、まあガチョウの首って話ですよね、はい、それってなんとなく皆さんが構えた時にこのフェースがこう引っ込んでるみたいな、はい、後ろに話を想像するじゃないですか、はい、これが事実、昔のグースネックっていうクラブなんですよ。そもそもあれはもうグースってない、そうなんです、ここにグースネックって書いてあるんですね、はいはい、でこれはどうかっていうと、はいはい、名前の由来になった通り、はい、こっちから見ると分かるんですけど、ここがガチョウの首みたいにちょっと曲がってるクラブ、はい、だからそのままそれを名前にしてグースネックっていう名前にしたんですけど、はい、じゃあそれが今皆さんが言ってるようなへっこんでるって意味かっていうと別にそういうこととは違うんですね。本当だ、まっすぐだ、はい、あれもっとこれがこっち来てないと、そう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 、はい、でこれはアメリカでは、うん、あのグースネックっていうとこのネックの曲がってるものがグースネック、日本と言ってることは違うと思う、そういうことなんですよ。実は和製語なんです、グースネック。やばいじゃないですか、はい、それのこのクラブ名なんですよね。でそれもフィッティングしてる我々もいやグースネックがつかまりがいいですよくまあ言うじゃないですか、はい、でも元々の言葉の通りそういう商品が大昔にあってネックの曲がってるモデルのことをグースネックって言ってるだけで、別にこの引っ込み具合の話は実は全く関係ないでしょ。じゃあまずは間違って使ってる、まず間違って使ってる言葉にもいろいろあるよと、はいはい、
この引っ込み具合はそのシャフトの線からどれぐらい出てるのか引っ込んでるかっていう、まあこっち側に引っ込んでるのは世界的にはオフセットっていう言葉しかないんですね。オフに後ろ側、オフ側にセットされてますと、フェースの線がオフにあればあるほどいいことって何なんですか。ちょっと脱線しちゃいますけど、一つは、なんとなく捕まる気がする、構えた時心理的にね、心理的に。でもこれの形と同じようなことですよね、はいはい、それと、はい、打った時にシャフト軸よりも当てる場所が後ろにあるんで、はい、なんとなくそのままヘッドが前に行くような気がする。まっすぐ行くみたいな、行く気がするってことです、ね、行くかどうかはその人次第と相性なんで、はいはい、一概に言えないですけど、こうやって振ってたらまた別の話ですね。そうですそうです。もしくはその自分の感覚で、ヘッドを返したいんだけどどうしても振り遅れちゃうか方からすると、ちょっとそのタイムラグを少し埋めてくれる可能性があるってことですね。当たるまで待つってことですか、はいはいはい、ヘッドを返したいんだけどちょっとずれちゃう方からすると、はい、そのずれてる分だけヘッドが後ろで待ってくれたら、はい、間に合うかもしれない、はい、なので性能かって言われるとそれが合う人と合わない人といるので、まあ、試してみないとってありますよね、はいはい、結論つけたかったんですけど、はい、難しい優しいって、はい、どのあたりに収まってくれるといいですかね。僕この話を聞くと、はい、本人が難しいっていうのは納得、はい、そうですね、本人が優しい、だから打てる気がしないとか、そうそうそう、はい、分かります。これはちょっとなんか疲れちゃうなとか、はい、分かる。本人が優しいよこのクラブって言ってきたら、おすげえなと思う、それも、はいはい、だまず優しいは、うん、あの提供する側と違うってことですよね。あ、そうですね。で、宮下さんにとっての優しいは多分、うん、楽に打てるか、うん、決め打ちできるかだと思うんですよ。こうやって使えばいいっていうのがはっきり感じられるモデルがやっぱり優しくなると思うんですよね、うん、好きか嫌いかあって、その、そうそうそう、好き嫌いと多分あんまり変わらないと思っていただいた方がいいです。なんかどうしたら難しい優しいじゃねえじゃんってね、はい、好きだから。ただその提供する側はとりあえず分けなきゃいけないというか、はい、気持ちを引いてもらわなきゃいけないんで、はい、カテゴライズは してますよ。 あともう一個、みんなの勉強を深めるために、はい、今言われている優しいクラブって僕のイメージですよ、はい、軽い柔らかい、はい、何でっかい、はいはい、でその例えば100切れないゴルファーがアベレージ100くらいのゴルファーって多分8割だと思うんですよ、はい、この人たちにとって作ったものだと思うんで、はい、その人たちにとっては幸せ、結果幸せになりやすいんですか。半々ですね。ほう、半々だと思います。それはもうこの10年20年ずっと。そうですね、僕も8万人見てきましたけど、はい、8万人以上ゴルファーの方と接してきましたけど、はい、やっぱり半分だと思います。こんなに変化してきたのに、はい、もう相手進化とは言わない、軽いから必ずしも当たりやすいっていう人ももちろんいますし、うん、そうもっと重くした方が最初から優しく感じる人もいるので、うん、そもそもスポーツ歴も違うし、うん、性別も違うし、うん、重いからゆっくり触れる、だから当たるっていう優しさもあるし、軽いから途中でこう当たる瞬間に止まっちゃうっていう人が最後まで振り切るっていう優しさもあると思うんですよね、うん、それをふわっとこう全体で優しいって囲っちゃってるのは、うん、まあ、申し訳ないというか、もう、まあ、それ以外の表現が今お店の方がしないので、うん、しちゃってますけど、うん、やっぱりそこを含めると最初から優しいクラブってあるとかないとかっていうよりは、やっぱりどこかに相談に乗ってくれる人はやっぱりいた方がいいですよね、はい、そうですね。ただやっぱり大きい軽い、ボールが捕まりやすい、あとは、当たって上がりやすい、これはまあ割と皆さんがこう分かりやすい優しさの一つですね。上がりやすいクラブっていうのはね、はい、本当に上がりやすかったら、それが一応あるんだなっていうふうに解釈していただけると、確かに僕もよく言う飛び系とか言ってるけれども、ロフト型って上がってるって言うんだったら上がりやすいんだなと。そうですね、うんうん、はい、上がりやすいんだなってなるじゃないですか、はいはい、どんな挙動してるか分かんないですけど、実際あとは5って言われて打つのと7って言われて打つ、同じ距離が飛ぶんだったら、はいはい、まあ心理的に7って感じてから打つ方が人間のやっぱりあの振り心地も楽にはなりますよね、はい、そういうメリットももちろん含まれてると思います。深いっていうか難しいですけどね、一概に辛いですね、はい、俺には難しいんだくらいがちょうどいいんだろうな。だからこれだけたくさんその昔からいろんな形もありますし、これって難しいクラブなんですか。当時はこれが優しいと言われてたわけですよね。今はこれでメリットはあったわけでしょ。今の人と見ると、
難しいって感じる、はい、クソ今までのゴルフに慣れすぎてしまった自分を。で事実、練習場でボールを打ったり、弾道を計測したりも、これ200年前のクラブとかも比較したんですけど、はい、やっぱり、いいところで当たれば、はい、物理的にちゃんと飛距離って出るんですよ。昔のクラブが飛ぶとか飛ばないっていうよりも、はい、あのやっぱり物理的にロフト分の高さも出るし、はい、スピンもかかるし、ただあと打てた時の気持ちよさ、なんとなくビジュアルでなんか打てなそうじゃないですか。でも打てた時の気持ちよさはやっぱりありますよね。どう振ろうって気持ちになりますね、はい、へー、こっちの方がなんかヘッドが重いんですねって感じやすい。感じる感じる感じる、はい、うん、これバランスの話にちょっとなるかもわかんないですね。あと用語なんですか。いや次行きたいんですけど、はい、これみんな納得いく話だったのかどうかちょっと不安になってきたんですけど、そういうもんですよね、はいはい、気をつけて向き合いましょうってことでいいですか。です、ね、結論、はい、まあ、あとお店さんが言ってる単語同じ単言葉を使ってるようで、はいはい、必ずしもその皆さんと同じ意味で使ってるとは限らないっていうのは知っといてほしいですね、うんうんうん、そのくらいにしましょう。これから先は深淵すぎるから気をつけないでおきましょう、はい、次に行きます、はい、ありがとうございました。